こんにちは、伊集院ゼロです。今回はついに実装された草元素反応の一つである激化についての動画となります。皆さんすでに激化は少し触ったかと思いますが、すごく強く感じましたよね。そんな激化を理解して草キャラ、雷キャラをより楽しく使っていけるように、分かりやすく説明していきたいと思います。今回の動画の流れはこんな感じとなります。まずは激化の元素反応について、使用だったりを簡単に説明していきます。その次に激化の計算式についてお話しします。具体的に理解したい方はぜひ見てほしいんですけども、あまり計算が得意じゃない方もですね、一応見てもらった方が、より深く理解できるかなと思います。で、最後に激化の使い方を実践形式で簡単に紹介したいと思います。それではまず激化とはについて説明していきますね。まず激化の起こし方についてですけども、こちら皆さんもうすでに公式情報を見てるからわかると思いますけども、草元素と雷元素を敵に当てることで原激化というものが発生します。ここからようやく例えば雷キャラで雷攻撃を当てると超激化というものが発生して雷元素ダメージが上がります。もしくは草キャラで攻撃をすることによって草激化という草ダメージがアップする攻撃となります。どちらもダメージアップという点では蒸発や妖怪に近い感じではあるんですが、決定的に違う点はですね、先に草元素と雷元素両方を付着しないといけないということですね。蒸発の場合は炎をつけた後に水をつければその時点で蒸発を起きますが、激化はそうではないということです。これだけ聞くと蒸発や妖怪よりも面倒くさいなと思う人もいると思うんですが、いい点もあります。それは何かというと、超激化と草激化は両立ができるという点です。どういうことかというと、原激化が起きている敵に対して雷キャラで攻撃をすると、超激化が発生して雷ダメージがアップしますが、この状態で草元素キャラで攻撃すると、草激化も起きて、草ダメージもアップすることができます。なぜこうなるかというと、超激化、あと草激化は発動すると大体7秒ぐらい持続しています。なので、原激化を起こした後に、両方の元素を当てることで、どちらもダメージをアップすることができます。ただし、この激化を起こせるタイミングというのは、ある程度決まっています。で、これはですね、キャラクターの元素付着のクールタイム次第になっています。例えば、八重巫女の場合は、スキルを3回置いたとしても、元素付着のクールタイムの関係上、1回分しか雷元素を敵に付着することはできません。なので3回置いたとしても1回だけ超激化が発動して残り2回は反応なしというこのループになります。なのでヒット数が多い攻撃だったりとか元素付着クールタイムがそもそもない技を持っているキャラほど、この激化との相性はいいです。ちなみに八重巫女の元素爆発についてはクールタイムがないので3回発動しますが3回とも超激化が発生します。激化の簡単な仕様についてはこんな感じとなります。続いては激化の計算式についてお話ししていきます。激化の計算式を話す前にまずは蒸発と妖怪のおさらいからしますけども、こちらの場合は攻撃力×テンプ倍率の基礎ダメージに対して 1.5 倍や2倍の蒸発妖怪ボーナスがかかり、そこからダメバフだったり会心ダメージだったり敵の防御補正や元素耐性が乗っていくという感じですね。なので、この攻撃力×テンプ倍率の基礎ダメージが高いほど蒸発と妖怪によって火力を伸ばせるわけでしたよね。フーターの元素爆発やタルタリアの元素爆発みたいな単発の高火力技ほど一気にダメージを跳ね伸ばすことができました。で一方で、超激化と草激化なんですが、こちらはですね、なんと基礎ダメージに追加する形となっていて、要は神格とか運気のバフみたいな性質となっています。なので、基礎ダメージが高くても低くてもですね、この超激化や草激化によるダメージボーナス量というのは特に影響はしないです。ただし、この激化ボーナスに対して、もちろんダメージバフや会心ダメージは乗るので、それらのバフがたくさんあればあるほどダメージを伸ばすことはできます。この激化の使用のいいところは、どんな弱い攻撃で反応を起こしてしまったとしても、激化ボーナス量自体は変わらないので、特に立ち回りを気にする必要はないということですね。蒸発や妖怪はちっちゃい攻撃に、蒸発を起こしてしまってもダメージの伸びが悪いんですけども、そういうのは特に激化にはないということになります。
じゃあこの激化のボーナスというのをどうやって計算していくのかというのを次にお話ししますが、こちらはですね、元素反応の基礎値×超激化か草激化で若干倍率が変わり、そこからさらに元素熟知によるボーナスがかけられていきます。この超激化と草激化の倍率を見てわかる通り、一応草激化の方がややダメージが伸びる仕様になっています。でこの元素反応基礎値が何かというと、ちょっとこれ日本語でどういう風に浸透されているかわからないんですが、レベルである程度数値が決まっていまして、だいたい過負荷とか感電のダメージもこの基礎値から計算されています。レベル90だと例えば1447設定されていて、レベル80だと1077になっていて、ここからまあ過負荷だと何倍化されるとか、感電だと何倍化されるみたいな形で決まっているものです。で元素熟知によるボーナス量というのも一応計算に出せるんですけども、まあ、これは覚える必要はないと思います。ただ一応知っといてもいいかもしれないのは、蒸発や溶解よりもボーナスの伸びというのはやや良かったりします。でこの計算式で大事になってくるのは、やはり元素反応の基礎値という概念で、蒸発や溶解の場合はもう固定で最初から 1.5 倍とか2倍とかって決まってたんですけども、激化の場合は過負荷みたいな固定ダメージ的な考え方の要素も入っていて、要はレベル依存になっているので、キャラのレベルはできるだけ上げておいた方がこのボーナス量も上がります。一応どれぐらいのボーナスが手に入るかというボーナス例をヤヤミコで出してみましたが、例えばヤヤミコレベル90、元素熟知187の場合は、まあ、計算するとですね、2786という激化によるダメージボーナスを手に入れることができます。まあ、この2786という数字を見てもどれぐらい実際にダメージが伸びるかわからないと思うので、まあ、ちょっと例を持ってきました。例えばヤヤミコレベル90、攻撃力2000、会心率ダメが 70%、140%、ダメバフ 100%、元素熟知が187だったとして、テンプレベル10のスキルを3回打ったとします。で、これをヒルチャールレベル90に当てるとですね、まあ、激化がなかった場合のダメージは期待値として9500になります。で、これで激化が発動するとどれぐらい伸びるかというとですね、なんと 17,315 ダメージになります。まあ、反応なしの時に比べて 1.8 倍も火力が伸びています。でこれはですね、必ず 1.8 倍ダメージが伸びるというよりかは、まあ、ヤミコのこのスキルの倍率がそこまでそもそも高くない攻撃になるので、まあ、こういう倍率が低い攻撃ほどダメージが上がったように見えるという仕様になっています。まあ、なのでどちらかというと 1.8 倍されたというよりもですね、プラス8000分のダメージが増えたと考えた方がまあ正確ですかね。なので、これで仮に元素爆発を打って超激化を起こしたとしても、だいたいダメバフが一緒であれば8000ぐらいダメージが増えるということになります。それでは最後に激化の使い方を簡単に紹介していきます。まあ、これまで話したように、激化は蒸発や溶解と違って、元素付着する順番とかをあんまり気にする必要がないので、まあ、適当にスクロースだったりリサで雷元素をつけて草元素キャラの手内で攻撃をし続けるといった立ち回りで問題はないですね。まあ、他にも、今回は説明してませんが、草元素と水元素によって開花という元素反応もありますので、超激化草激化を起こしている間に水元素を付与することによって開花も起こしながら戦っていくといった形も可能です。なので草元素、雷元素、水元素とかそういった組み合わせは割と強いかなと思います。まあ、あとは雑な使い方にはなりますが、コレイのような元素爆発で定期的に敵に草元素を与えながらライデンの元素爆発で攻撃をするといった形でも超激化と草激化を起こし続けることができるので、まあ、こういった使い方でも火力を伸ばせるかなと思います。まあ、まだ実装されて1日目なのであまり深い戦い方までは分かってはいませんが、それでも結構ですね、適当に使うだけでも強い反応だなと思いました。それでは最後にまとめとなります。まず最初にチャプター1の激化とは、ではこんな話をしました。激化は草元素と雷元素で起こせる反応で、両立をすることができます。また発動のタイミングは元素付着のクールタイムに依存しています。次に激化の計算式ではこういう話をしました。激化の計算式は深刻バフの形式と同じで基礎ダメージがアップするものになっています。そしてダメージアップの上昇量はレベルと元素熟知に依存しているので、まずレベルは最低限できるだけ上げた方がいいです。
そして蒸発や溶解と違って元々の基礎ダメージが高かろうが低かろうがダメージの上昇量というのは変わらないので、まあ、特にこの攻撃には激化を乗せないと火力が落ちるとかそういったものはありません。で最後に激化の使い方ですが、繰り返しになりますが、まあ、蒸発や溶解と違って付着順を考えなくていいので割と雑に使っていけると思います。また激化の使用の関係で草でも雷でも両方で激化を起こすことができるので、まあ、どちらでもダメージを出せるといいのかなと思います。他にも過負荷寒天蒸発を同時に起こすみたいな考え方に近いですが、激化中に水元素を付着することによって開花も混ぜることができるので、まあ、そういった使い方もありなのかなと思っています。これまでの蒸発や溶解の場合は単発効果力をさらにブーストすることによってより高い火力を出すといった元素反応の使い方をしていましたけども、草元素、雷元素の激化に関しては、まあ、とにかく手数と反応回数が大事になります。何回激化を起こすことができたかによって最終的な DPS とか総合ダメージが大きく変わってくるので、もうどんどん殴って、反応を起こしていくのが大事になってきそうですね。はい、以上で激化についての解説動画は終了となります。ダメージアップ効果というものでしたけども、また蒸発や溶解と違った立ち回りだったり戦い方になってきそうなので、まあ、とても面白い幻想反応だなと思いました。もしこの動画が参考になった、良かったと思ってくださいましたら、ぜひチャンネル登録や高評価、Twitter のフォローなどもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。